西村直樹西村直樹は日本の作曲家、シンセサイザー奏者。たった一人の音楽巡礼者と称し、この世のすべてに光を照らし、心を浄化し、世界が平和になりますように。人も心も魂も自然さえも安らぐ音楽を目指し、世界を音楽巡礼している。1949年を愛媛県松山市生まれ、松山東高、東京音楽大学を経て、 東京芸術大学卒業。その後、愛媛大学教育学部音楽科で講師を務める。傍ら、ピアノ教室を開き、地元放送局で、ラジオのディスクジョッキーも務めていた。1979年、妊娠中の妻と当時4歳の長男、西村秀正が、オーケストラボックスに転落した事故をきっかけに、四国88箇所を巡礼し、7年間半かけて、巡礼組曲。 四国八十八カ所音楽巡礼の旅を完成。NHK 放映の心を旅する四国八十八カ所の音楽担当。1988年、高野山根本大々でのコンサートを出発点にして、世界の平和と鎮魂の祈りの旅、世界八十八カ所音楽巡礼の旅に出る。ハワイ新寺湾、ベルリンの壁。 万里の長城や南京大虐殺地や欧米各地など世界を巡り2000年に朝鮮半島38度線上の渦山統一展望台でケチガンコンサートをする1990年如来石音をバチカンのローマ法王ヨハネ・パウロ二世紀の前で越見演奏する以後1993年アニメ映画マザー最後の少女イブの音楽担当 1994年のピエール・カルダン。千と1200年記念ファッション商品お寺潜入時の音楽担当。1996年テレビ東京。ドキュメンタリー人間劇場大地に奏でる心の旅からある音楽巡礼者の記録、演出、若松浩二に出演。1997年にカーネギーホールでコンサート。映画、ゴーイングウエスト西へ音楽担当。 1998年、ユネスコ世界遺産 DVD、ビデオコレクションの音楽担当。1997年から、高知県秋市の旧畑山小中学校跡に、スタジオを設け、童謡作りに参画し、童謡詩人、金子美鈴の512編の詩のすべてに作曲。学譜集、みんなを好きに、砂の王国、ジョン万次郎の生涯を描いた、恐竜。 高知新聞総刊100周年記念 CD 坂本龍馬フォーエバーや DVD 乙女さんに差し上げる坂本龍馬の手紙を読むなど制作。高野さんや世界遺産登録の各寺院をはじめ名札からの作曲演奏も数多い。2001年ニューヨーク国連本部において平和コンサートをしここを出発点にして第2次世界88カ所音楽巡礼の旅に出る。 チベット、ハワイ沖で沈没したヒンベマルイレイヒ、サイパン、広島、長崎、エストニア、ダライラマ法王の前での越見演奏、中国の露光橋や西安などを経て、2013年に、高野山に、ケチガン報告。2014年11月、イスラエルを出発点にして、第3次、世界88カ所音楽巡礼の旅に,旅に旅立つ。ありがとうございます。